クリスチャン・ホーナーは、日本グランプリで、6度目のコンストラクターズチャンピオンに輝いた後、レッドブルは F1 史上最高であると、間違いなく主張した。レッドブルの優位性については、まだ文書化されていないので、言うべきことはほとんどない。シンガポールでのカルロス・サインツのような残念な点を除けば、今シーズンの彼らの成績は、火の打ちどころがない。もちろん、これは、マックス・フェルスタッペンの才能によるところが大きく、 チームメイトのセルジオ・ペレスを含む他の選手よりはるかに優れている。レッドブルとフェルスタッペンは、どちらも、勝利を執要に追求してきたため、彼らが、スポーツのイメージを傷つけているのではないかと疑問を持つ人もいるが。しかし、ホーナーとチームの他のメンバーは、F1 の頂点に留まり続ける限り、自分たちがどのように見られているかを、少しも気にしないだろう。ホーナー、レッドブルは最高の状態。そして、チーム代表が、 レッドブルがこれまでで最高かどうか尋ねられた時、49歳の彼には何の躊躇もなかった。間違いなくと、彼は F1 ネーションのポッドキャストで語った。現時点でのチームの運営方法を見ると、チーム全体で全てが一致して機能し、適切な精神、適切な文化が存在する必要があると思う。そしてもちろん、我々に共通しているのは、全員が車に興味があり、それが結果だということだ。 レッドブルは現在コンストラクターズチャンピオンシップで2位のメルセデスに318ポイントという驚異的な差をつけている。すでに1位の座を確保しているにもかかわらず彼らはトとゴルフのチームとの間にできるだけ大きな差をつけたいと考えるのは間違いない。ドライバーズチャンピオンシップではフェルスタッペンがペレスに対して177ポイントのリードを保っておりペレスはルイス・ハミルトンに 33ポイント差でカタール GP に臨む。